はい、2024年1月5日金曜日朝の7時24分ですね。はい、おはようございます。おはようございます。気温は3度です。はい、今七輪でね、火を焚いてるんで、焚いてても3度ってことです。寒いですね。お、するとめちゃくちゃ暖かいです。はい、カレーですね。カレー温めてます。ちょっと多分だいぶ蒸発したんでね、水を入れてまたスープ状にしたんですけど、これをね、ご飯がないんでね、なくはないですけど、でパックご飯ならあるんですよね。でこのパックご飯温める手段がないんでね、これを使って湯煎すればいいですけど、鍋使っちゃってるんで、もう湯煎する手段がないんですよね。あ、あの鍋使えばいけるか。いや、もうでも、もうめんどくさいんで、これをね、もうそのままこの中にインしちゃいましょう。はい。カレー雑炊ということで、ご勘弁願いたいところです。はい。煙、めっちゃくちゃ煙。硬いね。もうちょっと水入れましょうかね。寒い、非常に寒いぞ。これ崩れない。崩れません。お箸持ってこようかな。お箸でつっつけば崩れるかな。崩れましたね。ちょっと煙。煙っすよね、これ。直火だと。木が落ちたのか。よいしょ。よいしょ。あったかいのはあったかい。この辺直火なんでね、煙さえなんかあっち触れね、めっちゃ熱い。温まればもう完成なんですけどね。あ、もういいですね。これ食べれますね、このまま。十分温まったでしょう。
いや、火力がすごい。もういいでしょう。えい。はいはいはい。グツグツです。はい。グツグツ。食べれますね、もう多分。食べてるか、食べれるよ。食べれないわけがない。下焦げたかな、これ。はい、カレー雑炊ということで。自家食いしましょうかね。いや、食べづらいな。パックご飯の器に入れていきましょうかね。昨日の夜もカレー食べたんですよ、ライスをね。おにぎりが残ってたんで、昨日おととい買ってたマックスバリューのおにぎり。はい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 。ではね、いただいていきたいと思います。はいはい。まあうまそうな感じになりましたね。これちなみにバーモントカレーの辛口です。ルー4つ分ぐらい入れたかな。うまい。バーモントカレーやっぱ美味しい。雑炊にしてもいけるね。はい、でかい牛肉ちゃんです。牛肉ちゃんを焼いて食べようとしてたんですけど、なんか煮込んでカレーにしたくなっちゃったんで、途中からね。牛肉だからいい出汁が出てます。使わないと思うんで締めとくの。まあ消えるでしょう、置いとけば。昨日も白ご飯食べたんでね、お腹はそんなに減ってないです。ただ、あったかいものを食べて温まりたかったっていうのが本音です。はい、おいしい。ただこれいっぱいで十分ですね。残ったのはまた
お昼ごろに食べます。他の食べ物と一緒に。というわけでお昼も火起こし確定になりましたね。はい。お肉ちゃん。牛肉にボリュームがあるからね、お腹いっぱいになるんですよね。ご飯そんなに食べなくても。一番でかいお肉ちゃん。牛肉はやっぱうまいですね、煮込むと。ごちそうさまでした。山に感謝、川に感謝、海に感謝、カレーに感謝です。カレーライスに、カレー雑炊に、ハウス食品さんにも感謝しましょう。はい、あそこにカレーのルーが余りがあります。あと2かけらぐらい入ってるはず。
まあ、なんかで使いましょうね。はい。では、ごちそうさまでした。